どうも、スピーカーけんちゃんです。今回の動画は、ハードオフのジャンクで買ってきた AV アンプを使って自作スピーカーを鳴らしてみたいと思います。ご覧のアンプは、地元のハードオフで、ジャンクコーナーで4000円で売っていました。ジャンクの理由は、リアスピーカーから音が出ませんというふうに書いてありました。で、私の方は2チャンネルのステレオでしか今のところ音は聞かないので、まあリアスピーカーは鳴らなくてもいいかと思いまして、で、このアンプはまあ比較的新しい年式のもののようで、HDMI 端子がついています。で、HDMI 端子がついていると、パソコンとの接続も楽ですし、音源もほとんど私今パソコンからの音源しか聞かなくなっていますし、それからテレビモニターとつなげば、パソコンの画面もテレビモニターに映し出されたりとか、いろいろ使い回しもいいので、で、あと、DAC も、パソコン側ではなくて、あるいは、単体の DAC を使うのではなくて、アンプ内蔵の DAC も使えるということで、安かったので、ゲットして帰ってきました。改めてこのアンプは、デノンの AVC2808 というモデルになります。で、サイズ的にも奥行き寸法が結構ありまして、エントリークラスではなくて、ミドルクラスぐらいの、ランクのアンプということになります。つないでみると、普通に2チャンネルステレオで使えまして、ピュアダイレクトモードもついています。それから、ダイレクトモードというのもありまして、それから、2チャンステレオモードというのもあります。それぞれ、回路をパスする、度合いが違うということですけれども、一般的にはピュアダイレクトモードが一番、ピュアオーディオなんだろうと思いますけれども、聞き比べてみたら、私の好み的に、ダイレクトモードの方が、ちょっと荒っぽくても音が力強いので、ダイレクトモードでいいやっていうような感じになりました。今回のレポートも、ダイレクトモードで録音しています。今回、ご紹介する視聴に使った、スピーカーは、2つ、ご用意させてもらいましたけれども、まず一つ目が、北日本音響の16センチフルレンジユニットの、F00116H0 だったかな、1だったか、北日本音響の16センチフルレンジを使って、作った、宮神商店さんの、オラオラトーンのパクリで、オラパクトーンですね。オラパクトーンにプラス、ツイーターを載せている、オラパクです。これが一つ目です。北日本音響の16センチフルレンジユニットは、ここ1ヶ月ぐらい、宮神商店さんと私で、自作スピーカーの、共作合戦なんていうようなことも、一時展開させてもらったんですけれども、スピーカーのユニットの、Amazon での販売がすぐに売り切れてしまって、ちょっと、品薄状態が続いていました。で、また一応、この3月の初めに、また今、在庫復活してますけれども、遊び案内人の殿さんも、すごいスピーカーを、このユニットを使って、動画を上げられてましたし、またすぐ売り切れてしまうかもしれませんけれども、一応ちょっと私も今回このユニットを使ったスピーカーでご紹介させていただこうと思いました。で、このエンクロージャーの方は、キューブ型の、背面バスレフ、背面スリットバスレフのオラパクトーンで、ケンちゃんコードでは KB11 というモデルになるんですけれども、特徴は、厚み20ミリの、厚手の、床用パーチクルボードを使って、作ってしっかりがっちり、重い箱というのが、
特徴になると思います。そして、2つ目のスピーカーは、前回の動画でご紹介した、ダイソーの300円スピーカーのユニットを、ツインで使って、1.2 メートルの直感共鳴管型で作った、KK18 号というモデルです。一応これはサブネームが、バリバリ伝説バリデンと呼んでいます。ユニットのダイソー300円スピーカーのユニットは、もうこれ改造するのも結構定番で、何年も前から流行っているので、ご存知の方は多いと思います。私も前回の動画で1年ぶりか、それ以上ぶりぐらいで、改造もので動画をご紹介させていただきました。で、箱の方は、正確には 1.16 メートルの、直感共鳴管型になります。で、この箱も、厚み20ミリの、床用パーチクルボードを、使っていまして、その点で、オラパクと同じになります。しっかりがっちり重い箱に仕上がっています。うちのリビングに、それぞれのスピーカーをセッティングして、今回のデノンの AV アンプをつないで、サインスイープを入力して、簡易測定した周波数特性のグラフが下のグラフになります。北日本音響の16センチの方が、低音もより低いところ、50Hz あたりから、しっかり出てまして、スーパーツイッターのおかげで、20キロ近い高音まで、結構なレベルで出ています。なかなかワイド再生ですけれども、ちょっと中音域の張り出したような特性になっています。で、対しまして、ダイソーの、バリデンの方は、低音はこの5センチフルレンジ2発使いとしては、かなり低いところから頑張って出てるんですけれども、それでも60Hz あたりからの山になっています。で、低音をかなり、帯域欲張っているので、少し中だるみもありまして、それでも、200Hz 手前ぐらいから、10kHz ぐらいまでは、ちょっと早上がりですけれども、かなりの、フラットな特性を見せています。で、10kHz 以上は急降下してまして、北日本の方のオラパクに比べると、高音レンジもナローだと思います。特性も全然違ってますが、板の材料だけが同じという共通点で、それほどそれにも意味は特にないんですけれども、すいません。はい、それでは、オラパク対、バリデンの、音楽の空気録音を、サンプル楽曲5曲を交互に鳴らしていきますので、ぜひお聴きください。それではどうぞ。
Thank you.
長、お疲れ様でした。いかがでしたか？今回の、このデノンのアンプなんですけれども、音は特に何の不満もなくいい音を聞かせてくれていたと思いました。いろいろいじくり回してみましたけども、ジャンクではありますけれども、特に、何の不具合も今のところ感じられませんでした。で、この AV アンプを買ったのが、割と私もここ最近なんですけれども、まあ、これで3代目になりまして、で、最初はヤマハの DSP-AX2500 というモデルをハードオフでリユース品コーナーで5000円で売っていたものを買ってきました。そのアンプが、まあ、ピュアオーディオモードで使うと非常に音が良かったので、AV アンプって、値段が安くてもしっかりしたものが 今は買えるなっていう印象がありました。それで、まあ、あと2代目に買ったのが、ジャンクコーナーで、3000円で売っていた、パイオニアの、VSA823 っていうモデルだったんですけれども、そのアンプは、ヤマハの AX2500 に比べると、まあ、ちょっと、まあ、製品としての、ランクは、少し、まあ、落ちるものだったと思いました。で、ただそのアンプに、HDMI 端子がついていて、で、パソコンと、アンプの接続が、まあ、それで非常に楽だったもんで、音はまあヤマハの方が好きでしたけども、使い勝手の点で、その HDMI 端子付きのアンプっていうのはいいなと思いまして、まあ、それで今回もハードオフで AV アンプを少しまあ探してみた結果、このデノンのアンプを見つけたという成り行きになります。で、音的にはまあやっぱりまだヤマハの方が少し好みではありますけれども、このアンプの音でも特別な不満もなく、いい音で私自身は気に入って聴ける音だったので、これからまあこのアンプ結構常用アンプになっていきそうな気がしています。ということで、まあ、スピーカーの、コメントに関しては、詳しく、まあ、この、北日本音響16センチのオラパクと、ダイソーバリデンについては、過去の動画でも、制作動画、それから、まあ、詳しく述べてますので、よろしかったら、まあ、ぜひ、そちらの方もご覧いただけたらと思います。どちらも、板材の、まあ、しっかりした板材の音形で、音も、しっかりしていると思いましたけれども、まあ、それぞれ特徴を持っていますので、まあ、聞き比べてみたら、まあ、その特徴もはっきり、したのかなと思います。ということで、まあ中古品というのは、まあ、新品当時の、まあ、値段とか、そういったもの関係なく、もう人気があるかないかだけで、まあ、値段が決まるというものだろうと思います。まあ、車でも何でもそうなんですけれども、まあ新車で、まあ、売り出している当時は、いい値段してた車も、中古で人気がなければ、まあ、二束三文みたいになってしまう場合もありますし、まあ、オーディオ機器なんかでも、まあ、AV アンプは今は、まあ、今のところ人気が出ていないので、安いのかなというふうにはちょっと思っています。まあ、今後はちょっと分かりませんけれど、まあ、ですので、あんまり大きな声でも言いたくないのですけれども、まあ、電源とか、まあ、しっかりしたものが、ピュアオーディオアンプよりも割安で買えるのは今のところ事実だろうと思います。ということで、それから、パイオニアの、VSA823 は、今回のデノンのこの、2808を聞いて、まあ、こちらの方が良かったので、もう早速、ハードオフに売りに行きました。で、買ったところとはまた違うハードオフに売りに行ったんですけれども、買った値段よりもだいぶ、
高い値段で、買ってくれまして、ひょっとしたら、AV アンプもこれから人気が上がってくる兆しがあるのかもしれないなっていうのはちょっと思っています。ということで、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。失礼いたします。きっと宇宙を滑れば命なんて